飼育されている砂漠のトカゲ砂漠のトカゲはイグアナカツのトカゲ族に分類されるトカゲアメリカ合衆国アメリカ合衆国メキシコ全長7から13センチメートル体型は非常に扁平体側面にはひだ状の鱗が一列に並ぶ覆面の鱗はのいらか後頭部にはやや短い角状の鱗がある背面には赤褐色白 灰色などの複雑な反問が入る。規定が砂や砂礫の砂漠や荒れ地などに生息する。中高生。危険を感じると体を平たくして、相手をやり過ごすか、茂みの中へ逃げ込む。また口を大きく開けて、相手に噛みつき威嚇することもある。さらに、目から相手の目をめがけて、天敵である犬や狼が嫌う成分が含まれている、血液を射出することもある。 この時、体内の3分の1の血液を放出する。血液を最大1メートル先まで飛ばすことができる。食性は動物食の強い雑食で、主にアリを食べるが、植物質を食べることもある。繁殖形態は卵生。6から7月に1回に2から16個の卵を産む。卵は50から60日で孵化する。ペット用として流通されることがあり国を超えて売バ買イバイ。 されている。野生個体だけでなく、飼育か繁殖個体が流通することもある。飼育は難しく、飼育か繁殖だけではなく長期飼育例も少ない。テラリウムで飼育される。シート状の遠赤外線ヒーターや保温用の電球などで保温し、それとは別に昼間小型の保温用の電球などを、ケージの中へ照射し局所的に高温になる場所を作る。 照明として、紫外線照射量の多い専用の蛍光灯や、メタルハライドランプを一定時間点灯する。水容器を設置しても、容器から水を飲むことは、まずなく、脱水症状を起こすこともあるため、ケージの壁面に霧吹きをしたりスポイトを用いて、直接的に水を与える。餌は、必ずしもありのみを与える必要はないと考えられているが、大量の小型昆虫を、 比較的高い頻度で与える必要がある。動画、血の涙で攻撃。角トカゲ、脅威の五神術ナショナルジオグラフィック2016.0620。ありがとうございます。